皆さんこんばんは、オーシャンです。前日ですね、男の子と女の子のですね、チンチラの性格についての違いみたいなものですね、全然違いはなかったと思いますけれども、その動画を撮影した後の様子ですね、動画で、騒ぎまくって、ヘアンポをねだってですね、深夜にヘアンポをした後の様子でございます。案の定ですね、ココンちゃんがもうぐったりとしておりますね。ココンちゃんはね、あそこで寝るのが結構好きみたいですね。でポアちゃんもね、そろそろ上で 寝そうな感じではありますけれども、ココンちゃんはね特に見やすいと思いますが、眠くなるとですね、お耳がですね高くなるんですね。そしてちょっと充血して結構赤めと言いますか、ピンク色っぽい感じになります。この状態で、ね、お耳触ると結構あったかいんですよね。お疲れ、お眠の様子ですね。こちらもこんな感じとなっておりますね。昨日あげた動画よりちょっとお耳がピンクっぽいですかね。もうちょっと疲れちゃって端っこでね、ケージの冷たい部分に鼻を当ててリラックスといいますか、涼んでおりますね。こうやってね、ちょっと静かに見えるんですが、もう私がまた動き出すとご飯と勘違いしてガサガサと運動会が始まるといったやつですね。つかの間の休憩時間、無音タイムというところですね。でね、また後日ね動画アップロードしますけれども、ダン君もお疲れのようですね。めっちゃ見てますね。こんな感じで深夜のチンチラたちの様子お届けいたしました。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。